どうも皆さんこんにちは、デュージーマンチェリーこんにちは、デュージーマンチェリーエンジェルマスターというわけで、本日は視聴者の好きな水運命のカードランキングまとめてみた。今回僕は、知ってます。なので3人に予想してもらって、まあ、トップ3を当てていただこうかなって、いつもの方式でやっていきたいと思います。はい、ではまず早速、はい、予想タイムに行ってみたいと思います。いやーこれ難しいけどな、1位何前回の、主な特徴としてはかっこいいとか、うん、切り札あとは相棒、逆転とかの要素がね、人気になったかなと。お待たせしました。できました。はい、それではじゃあまず軍曹から発表してもらいましょう。はい、では軍曹のトップ3はこちらです。じゃん、3位アクアハルカスで、2位が VVA で、1位がクロック。クロック、なんかクロックはやっぱいろんなデッキに入ってるし、うん、絶対助けられた人は多いと思うし、うん、これによってやられた人も多いと思う。そうね、印象の多いカードかもしれない。で3位が白亜ハルカス。はい、これはどういう、なんか水って言ってパッと思い浮かんだのが白亜ハルカス。確かに、確かに昔からのねユーザーとかは確かに白亜ハルカスのイメージ強い人がいるかもしれないですね。うんうん、なるほど。人気かどうかは分からん。全然ありそうなランキング。確かに、ね、確かに。続きましてムーちゃんいきましょうか。はい、ムーちゃんの予想こちらになっております。こちら3位がタコガイル、おで2位がクロックで、はい、1位が VV8。 おなるほど。結構タコガイル確かあったな。タコガイルね、エクストラウィンに。確かに確かに、ロマンみたいな。はい、なるほど。ではちょっと迷ってましたけどレッドマン。これ意外とね、みんな結構かぶってきた。そう結構ガチだそう。3位が月下挽回ガリミーズ、はいはい、採用しました。はいはい、で2位が VVA と、はい、1位がラケットマグザクロックですね。はい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 、結構1位2位がクロック VVA と、まあでもガリミーズはやっぱ切り札。そうね、でもやっぱ最近ずっと使われてるし、はいはい、あるんじゃないかなと予想しました。はい、それでは、早速結果発表に行っていきたいと思います。では早速トップ10から発表していきたいと思います。今回は今までは言って理由だったんですけど、今回は理由からちょっと、おー、あら、新しいスタイル、新しいスタイル、第10位の発表、はい、豪快でただただ強いから。豪快、豪快99で、あー、勝った、トラストカードがで、追加ダウンが取れる派手なカードが、はいはい、第10位、はい、月下挽回ガリュウィン。10位でした。10位か、まあ、入ってくるけど10位なの。他のね、ものを読んでいきたいと思います。はい、まあ、99コストでインパクトがあって印象的、あと公認のね、チャンピオン CS で、うん、水魔道具で優勝したことがある、はい、そうですね。他にもね、闇文明ばっかり使っていた自分に水文明のメインデッキをね、組むきっかけをくれたカードがあります。そっか、で、意見いただいております。ありがとうございます。ガリミス、今回初ですか、呪文のカードがランクインするの。確かに、そっか、うん、確かに今では全く良かったね。そうでした。ではでは、続きまして9位に行きたいと思います。はい、第9位、一発逆転の最強カードという印象が強い。ミステリーキューブと違って呪文も使えて楽しいから、ゴブンメイレンドラでお世話になっています。第9位、ホーガンブラスター。あー、ホーガンブラスターか。メインのね、意見としましては、まあ、ロマンカード、確かに、まあ、1枚からね、次が何が見れても唱えられますから。あとは、まあ、ガチャが好きだ、運ゲーが好きだという意見がメインでございました。うん、なるほど、まあ、面白いもんね、ホーガンブラスターね。第8位でございます。はい、ロマンと魅力たっぷり、フレーバーテキストがかっこよかった、エクストラウィン系のデッキでよく使ったから、おみんなと戦えてよかった。あー、ということで第8位サイバー J11 サイバー J11 でございます。11マジ、主な意見としましてはロマン、水文明最大のロマン法だと思うみたいな、ね、意見、すっごい、あの半分ぐらいの意見がみんなと戦えてよかった。みんな戦いたいですね。エクストラリン系がここに来て、呪文と来てロマンカード。ロマンカード。水文明好きな人結構ロマンチストが多いんですかね。確かに。今後だからエクストラリンのやつまだいるのかもしれないね。うん、ね、では第7位いきましょう。はい。コントロール、ループ両方で安全に勝てる。負ける代わりに勝つ斬新さ。あー、テクニカルなデッキが多いから。それではいきましょう、第7位、はい、水上大吸引シャコガイル。わー、シャコガイル
ちょっとね、珍しい意見としまして、特殊将棋より単純にトリプルブレイカーとかがあるのが好きだっていう意見、ね、そもそも強い、ね、そもそも強いんじゃないかっていう、ね、水っぽい、マジで水っぽい、水っぽい全然違う違うもんね、これやっぱり確かにね、結構時代を変えたカードがありましたね。続きまして、第6位でございます。受けにも攻めにも使える万能カードで、ハンデスとかでよく使った呪文の使い回しプラスドラゴン。あら、なるほどね。分かっちゃう、分かった。ピンで来てきてる。流祖記号 SR スペルサイクリカ。ああ、はい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 。スペルサイクリカが第6位になってる。なるほどね。そっか、スペルサイクリカね。いやもう水のメーカーですよ、ね、確かに確かに。意見としましては、やっぱりね、呪文を使うだけじゃなくて回収できるみたいなところも含めて、コントロール、そしてループ、はいはい、どっちでも使えるのがいいっていうね、はい、ちょっとまたなんか水っぽい、ちょっとガチっぽいね、確かに雰囲気も、まあ、俺も大好きなカードでございますどんどんいきましょう。ここからトップ5。トップ5、比較的に安全に勝ちにいけるのが好き。無重力勝利という変わった勝ち方をできるのが好きでございます。あー、分かっちゃった。では第5位、SS でアダムスキー。おー、そうですね、アダムスキーが楽に、またこれもある意味エクストラウィンに近いというかね。そうね、相手のデッキを削る、相手を削るっていうですね。水っぽいね。では第4位でございます。でかいロボット、ロマン砲、男の全てが取り入れられる。でかいロボット、ロマン砲、はい。第4位、伝説の正体、龍神丸。はい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 。ということで、龍神丸が第4位に。4位か、すごいね。龍神丸もね、確かに迷った、3位って。結構意見として見られたのが、デュエルマスターズのアニメでね、うん、出てきた回がすごく印象的だと、はい、アニメとかも含めて、すごい好きな方が多い、ね、印象的ですね。ここからが本番でございます。よっしゃ。今までもね、楽しかったですけど、今もう当たる可能性があるのは、グゾッキ。はい、100万円チャンスは私にしかない。絶対当たるんですよ。3位の発表でございます。あのスロット要素がたまらんのです。あらー、3位、はい、ガチャンコガチロボ。わー、ということで第3位にガチャンコガチロボが。3位なんだ。3位、確かにすごいっすね。みんなの周りもね、多分あの人ガチロボめっちゃ好きだなって言うと思う、絶対にということで、じゃあ意見をね、紹介していきたいと思います、はい。6コストのカードだけでガチロボのデッキを組むと安定していてとても楽しい、うんうん、最近はね、あのツインパクトで、うん、ブーストしてから、うん、まあ、ガチロボを出す、全部デッキワーが全部6みたいなのが、ね、はいはいはい、増えてきましたからね。ガチロボが第3位ランクにいたしました。ガチロボといえばね、まあ、デッキの軸を何万にするかみたいな、8軸とかさ、8軸ガチロボ、7軸とかさ、すごい人10軸10軸とかね、ガチャロボと10万の中からしか入ってるみたいなということで、ガチャロボが、第3位ランクいたしました。もう残ってるのが3人の意見ではもう残り2つだ。そうだ、ちょっとブーちゃんとジュレ違うけど、ここじゃあ理解度の差だよ。では第2位、はい、何回も救われて何回も絶望させられたあのカードほど逆転と言えるな。負けると思ったところを何度も助けてくれた最強のシールドトリガー。もうお分かりですかね。第2位、はい、ラグラグザ・クロック。あー、すげえ、むーちゃん。というわけで第2位はラグラグザ・クロックということで、今のところむーちゃんが第2位は正解でございます。うわー、入ってきましたね、クロックね。他、まあ、メインの意見としましては、こいつに逆転させてもらったから、もしくはされたか、うん、そうだよね、意見ね、されたかの人たちも結構います、うんうん。ターンを飛ばせるっていう効果もね、非常にあの特殊な、ね、効果だから、うん、まあ、好きだっていう方は非常に多い。第1位でございます。最初に手に入れたレジェンドカード。自分の切り札の中で初めて殿堂入りしたカード。おー、思い出深い禁断期間 VV8。 おー、すごいすごい、ワンツー2にしちゃう。逆でしたね、俺と逆でした。はい、ということで、いいよね、読んでいきたいと思います、はい。アニメの漫画、アニメ漫画のね、ナンバー2がすごい好きだから、やっぱナンバー2だ、 やっぱね、見てるとナンバー2人気すごいですね。今までその意見まとめてきてて、一番ね、アニメのとか漫画のキャラクターがこう入ってきてるかもしれないですね。確かに結構印象的、水のキャラって、まあそこそこいるけど、うん、中でもね、ナンバー2ってね、ね、濃かったよね、キャラが濃い、ね、すごい、ナンバー2って名前すごくない？今だけ本領分かるんですか、ね、ナンバー2ということで、最終的に1位は禁断期間 VV8 ということで、むーちゃん見事正解。うわー、むーちゃん2個当てました。
ということでランキング見ていきましたけど、どうでしたか、はい、なんか文明ならではというか、なんかこれやっぱ文明のアピール結構面白いなと思いました、うんうんうん、だし6月15日発売のコロコロコミックでなぜかね今回出てきたカードがね載ってる可能性もあるんです。おそれはなぜかな、なんでなぜかなというのはね、コロコロコミック7月号ぜひ読んでください。よろしくお願いします、はい、続きましてむーちゃんいかがでしたか。はい、 いや1位に当てれたんですけど、せっかくやったら3位までぴったり賞したかったので、確かに確かに次こそ当てます。レッドマンいかがでしたか。 B 以上になんか濃いファンのいるカード多いなっていうのが今回ランキング見た印象でした、うん、今後のね水文明のカードにも期待したいですね、うん、はい、そうですね。ということで本日は水文明のね、好きなカードランキングでございました。ということでこの動画面白いと思った方はチャンネル登録し高評価ぜひよろしくお願いいたします。はい、そしてコミュニティ投稿のアンケートなどもぜひぜひチェックしてください。そして私たちにやってほしい企画などあればぜひコメントで教えてください。ということで本日の動画はここまで、また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは